日目の放送ダメだこりゃ。ひで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 通常メニューにないコースなんですけど、絶好調ラドンです。いらっしゃいませ、森川自動車です。コスモチルイン針地獄の川崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。やってまいりましたね。また東京恵比寿のコスモ治療院、はい、今回はちょっとまたハーフの短めのコースをねお願いしたいと思いまして、うん、まあ、僕と堀川さんで、はい、そうですね、先日をそうショートコースでちょっとね休み時間とかちょっと抜けていけるっていう、うん、いうようなところをやってもらいたいと思います、はい、で僕は首ですね、相変わらず首が調子が悪いので首の施術を短めでお願いして、堀川さんは腰が痛いんです、はい、腰が悪い。いつも悪い。そう、いつも。いつも首も悪いし、腰も悪いし、もう。でも、ちょっと上向いてもらっていいですか。横向いてください。はい。上向いてください。下も向かんとよね。確かに。下も。下もそこそこな感じですけどね。そこそこっちが全然動いてない。自分では動いてるつもりなんですよ、ね。男子トイレ小便してる角度でしょ。一緒一緒一緒です。全然向けてないですね。そうなんだ。半世紀ブラザーズ。半世紀ブラザーズ。もうガタが決まっとるけど。そうなんですよ。もう約半世紀トリオですね。半世紀トリオ。あ、そう、半世紀トリオです。トリオ、うん。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。あれ今日二階堂さんは。あ、そう、来るって言ったよね。いや、来てますよ。あ、来てるんですか。ここに。これはすごい笑顔でアクリルのやつやちょっとアクリルのライトさん、お疲れ様です。森川です。はい、二階堂さん、あのコスモ治療院5時からのやつ先に取ってくれって言われたんですけど、ちょっとねちょっと忙しくてね、今忙しい。忙しい。あら。いや、行く予定にはしとったんですけど、ちょっとね、時間があったもんで、行くまでに。はい。はい、ちょっとスーパーリアルマージャン、ちょっとやろうと思って始めたら、ちょっといいとこまで行ってですね。もうちょっとで、ちょっと全部行けそうなんで、ちょっと。なるほど。あ、なるほど。スーパーリアルマージャンしとったんですね。ああ。そうなんですよ。ちょっとね、ここまで行くのなかなかないんで、ちょっと最後まで見たいなと思ってですね。あ、なるほど。二階堂さん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。スーパーリアルコスモ、はい、リアルコスモ、いや、生きてたんですね。ああ、もちろんもちろん。いや、また寝ちゃってどっかで事故ってるかと思ったんで。まあ、何言ってんすか、大丈夫ですよ。ちょっと心配してたんですよね。あらあら、そうですか、はい、ちょっとね、引きがいいんでね、今日違う二階堂さんはちょっとここに来てたんで。違う二階堂さん、はい。違う二階堂さん、すごい笑顔だったんですけど。そう、笑顔やったんですけどね、はいはい、ああ、うん、そうですね、はい、分からんけど。まあ寝坊じゃないっちゅうことですね。じゃあ、ああ、寝坊じゃない、寝坊じゃない、寝坊じゃないけど、ちょっといいとこなんで、ちょっとすみません、ごめんなさい、忙しいんでね。わかりました、しょうがない、うん、じゃあ、すみません、全部行ったら写真撮ってください。はい、わかりました、よろしく、はい、ああ、それロンです、ロン。終わった。本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。松尾多動中継。前かがみがもう取れそうです。こうしたら取れそうです。フィギュアじゃないですか。いやいや、ほんとほんと、そんな感じ。後ろはね、そげ、後ろ向くとはなんもないっちゃけど、こっちを向くとですね、こうしよ、この体勢あれかな、なんかどうですかとかって、こうするとなんかもうこのまんまもう動ききらんような感じ、うん。でも後ろ反った時が全然曲がってなかったですよ。曲がってないですね。いや、曲がっとる、ちゃんと。ここは曲がっとるはずやけん、ちゃんと。ちゃんと。じゃあ、腰の方のゴミ熟慮でいきますか、ね。おじゃあ、これじゃあ。はい。じゃあ、カメラに向かってコスモ治療院ゴミ熟慮。ゴミ熟慮か。コスモ治療院ゴミ熟慮。あ、いいやないですか。最高最高です。なんかね、うん、もう本当ここに乗ってもらったらね、ボキって言ってそれで終わるんじゃないかなって思うぐらいやけどね、嫁さんに乗ってくれしたら何日なくて乗ってくれんじゃん。
言ってるの。上に乗ってくれ。何言ってんの。違った意味に聞こえるかもしれない。じゃあ俺が上に乗ろうかなって。シャーシーって言われて。シャーシー案件。あそこそこ。あはい。森川さん、金の斧と銀の斧どっちがいいですか？え、僕は金の斧がいいです。金の斧、はい、わかりました。はい。気になる。あら、あら、なんかまた新しい、新しいアイテムの予感。ちょっと、まさかの、まさか、金の斧と銀の斧。森川さん、金の斧を選んだのね。はい、金の斧です。まさか、こんなものまで。作りました。あ、作った。作りました。すごい人、委員長。すごい。なんそれ。すごい。うわちょっと、なんか、ごちょべ。微妙にごちょべ。もっとあげましょう。お、あ、おお。すごいすごいすごい。おお、すげえ。おお、すげえ、昨日の。あ、こう気持ちいい。うわ力いっぱい打破されて壊されよう感じ。そうだよ、なんか川崎君ちゃん、なんか俺に変なことしようじゃなかろう。いや、してないですね。いや、金の斧です。金の斧です。おぉ、そこもいいじゃん。うわぁ、えらい気持ちいいよ。おぉ。うわぁ、やっぱ、ここはごちょべえな、ちょっと。ぐりぐり揉まれるよりも力が抜きやすいね。ああ、そう、力入りますもんね。力入る、うん。これやったら別になんともない。結構揉まれるの苦手な人もいるんで、はい、その時にこういうの使うと全然違うの。そう、金の斧。銀の斧はどういう時に使うんですか？あれ、僕お試しで作っただけなんです。銀の斧大当てじゃないですか。どんだけ変わるかなって自分で作って、はい、で、スタッフにやってもらったんですけど、確かに緩むんですよね。はい、その原理を考えたらこっちでも一緒じゃんって思って、はい、なるほど。欲しくって買いました。自分用なんですか、金の斧。気持ちがいい、ほんと。結構でもこれ使いますね、でもね。松岡道中。ここがもう、やって言ってたけど、全然。ああ、そうですね。そうそう、言わなくなった。ほんとだ。あだあだだあ、もう、油断しちゃダメですよ、ね。油断しちゃダメですね。気持ちいいよ、今の。もみ地獄ですか。そうそう。おちょっともう耐えれるよ。もう久しぶりを恐れるとやっぱり痛い、ジグってくる。これ本当なんかあの金の斧だけで全身ブイーってこうされたら。全身プワーってなるっちゃろうね。気温だって。気温だって分かんない。プワーってなる。下半身がこう終わった後もプワーってこうまだ小刻みに揺れよう感覚があるんですよ。なんか余韻が。それをじゃあ全身されると全身プワーってその感覚があるとかなーって。俺だけしか分からんかな。アタッチメント変えてやってみて。チャンクス。おお。行きます。はい。ロングホーン。ロングホーン。おお。院長マックスでいいですよ。マックスで。はい。おお気持ちいい。声か。声か。これこれダメだこりゃ。気持ちいいですか？気持ちいい。おお。あこれこれいい。うわぁ最先端のもみ地獄だった、ね、最先端のもみ地獄すごい。いやこれすげぇ院長戻るなんか変わりました、揉んだ感覚とか。めちゃめちゃやる感じです。
あ、これはなんか、うん、ここが張ります、うん、これ森川さんの時攻めたかな、ね、そこ下に痛い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 もう、こう、あっ痛い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 こうしたら痛いって、ここが痛い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 、もうなんで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 、でもこれさっき緩めてるのね、あ、大丈夫ですね。ああ、こっちはギブアップできない。いや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 、そこ負けたら痛いって。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。痛い。ここが痛い。ああ、もう、痛かこうとすんな。今晩俺ももう。今晩今晩。うん。関節を決められるやつは気持ちがいつまでね、押されて。松尾多動地域なんかストーンとなった感じがします。でこっから立ち上がるときに多分腰が痛かった、ね、ないおーなんかねストーンと、うん、なるほど、少し痒さが残ってない足の、うん、全部こう足のこう裏側とここにまだなんかベーがずーっといますね。体ねじって右ぐらいとか。おお。うん。ねじりづらいとかないですね。こう。あ、取ってますよ。あ、本当だ。いやいや、なんか痛い感じはなくなりました。辛い感がなくなった。なくなりました。ありがとうございます。しました。松尾多動中継。ありがとうございます。首が回らなくて、首がどうしようかな。少し刺して、はい、でちょっと振動を入れてみ、あ、その後ちょっと首が動かしましょうか。その方が早いと思います。はい、お願いします。ぴょんぴょん。いや、俺もおる。まだおる。ぴょんぴょん。なんか顔変わっちゃったね。あらもう。ほらおる。綺麗なウサギじゃないですね。なんかもう日本列島みたいです。日本列島だ。こんなにやばいです。やばいですね。もう本当はもうなんかめちゃめちゃもう詰まってますね。詰まりかけの詰まりかけのベビー。ベビー。家か。思春期に。おっさんから首が詰まる。更年期のおっさんから首が詰まる。森さん、ザワフェンスすごいと思いますよ。違うんですよ、頑張るんですよ。それワンフレーズじゃないもんね。最後まで歌い切るもんね。そんなもんできるじゃないですか。すごいよ、知らん。ああ終了です。終了です。もう分からなくなってしまった。打たれすぎて、すごい響く。きついですか。大丈夫。ローリング地獄。ローリングサンダー。船の鼓動がマットを焦がす。今日の地獄は波じゃないぜ。あ、すごいです。おお、元気にだけの時と違うんですよね。違いますね。うん、別のあれですね。気持ちいいですか。気持ちいい。私は痛気持ちいい。うん、痛気持ちは好きなんで。松尾多動地。浦野さん、鉄の斧と金の斧どっちが好きですか。はい、鉄と金ですか。あ、質問変えます。浦野さん、はい、ゴールドマンか、はい、悪魔将軍どっちが好きですか。悪魔将軍です。悪魔将軍はチェス。じゃあ悪魔将軍でいきましょう。悪魔将軍。悪魔将軍。はい、それではいきます。はい、地獄の断頭台。どう浦野さん、すごいね。いや、気持ちいいですよ。
あ、すごい。肉がすごい。うわ、すごい、ウェーブしてる。うわぁ。なんか俺の視力が悪なったとかなって思うぐらい。結構な威力ですね。なんか時が止まってる、スローモーション。あ、すげえすげえすげえ。早すぎてスローに見える。早すぎてスローに見えるんですよ。気持ちいいですよ、これでも。うん、うわすごい、これしてほしいって人多いと思いますよ。パーッとする感じが塩でしょ、そうされたところはね。森川さんが言うから分かる。パーッとパーッと分かる、うんうん、分かる分かる分かります、パーッとします、うん、パーッとする。だけどそれが下半身にあるわけですよ、裏側の。はいはいはい。となると下半身もパーッとなったような感じ、うん、なるほど。うわー気持ちいい。これでちょっと上向いてみます。はい。いや、すごいですね。よくないですか、めっちゃ。めっちゃいいですね、これ。はい。ここで動かして。はい。おお。ここすごいですね。すごいですか。そうだ、その辺、そうなんですよ、その辺なんですよ。角度によったら兄貴と弟って感じですよ。兄弟。ブラザーズ。ブラザーズ。兄貴気持ちいいです。飽きてる？我慢しなさい。おお。ああすげえかっけ。おお、なんかだいぶ動くようになった気がする。うん。あ、結構入ってんですね、指に。あ、でも硬いですね。あ、動きがね、こっちの方が悪いですね。悪い感じがするしながら。なんか、さっきの右側に比べると。これ、顎ですか？いや、首の筋肉です。あ、首なんですね、そこ。この前側に筋肉と。気持ちいいですか？気持ちいい。そうよ、川崎院長、首が動かんの。針でね、動かせるように自分が実験台になってやっとんしゃうけんね。そうなんですよ、うん、8年間治療を続けた結果動くようになった。川崎院長はですね、本で見たことなくて一旦自分で試しますからね。そうですね。試していいとこだけをやってるんですね。そう、そう、すごいっすよ。自分に合わないのはやっぱ合わないと思ってますけど。はい、じゃあこれで起き上がってもらって、はい、上向いてね。あら、あら、さっきより向いた、うん、向きました。下は大丈夫です。下ろしてもらって、で、右向いてもらって、左向いてもらって、こっちの方が向きやすい。はい、向きやすいですね。こっち向いた、右向いたときに、はい、いいですか。ああ、そう。ここというか、ここ両サイドがどうしても、やっぱ。一回右向いてもらう。はい。右向いてもらう。これで戻してもらって、ストップ。はい。あと、これでもう一回右向いてみてください。あら、行きやすくなった。わかりました。はい。うん。うん。楽になったですね。左に。こっちもね、うん。はい。詰まりが、はい。緩和しましたね。お。はい。これもう一回もと。左に。ああ。詰まりがなくなった。この。大丈夫です。はいはいはい。ああ、あなた温まられました。大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。すげえ。松尾田道中。はい。じゃあ鉄の斧。金の斧、金の斧。あ、金の斧。これ金の斧ですね。これぐらい。ああ、気持ちいいですね。あもう。あ、気持ちいい。あ、これマックスですか。いや、1ですよ。
え、1でめっちゃ強くないですか。いやいや、でもね、マックスにすると、はい、もっといい。痛い痛くない気持ち痛くない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 の。タクヤ君痛くないの。何、タクちゃん、ちょっとタクシー痛くない。いや、マックスって気持ちはないですよ。いやいや、マックス気持ちいいね。気持ちいい話。肩骨取れます。取れん取れん。これはどうですか。あ、これはいいですね。そこいら、こう腰のところはマックスでした方が気持ちいいでしょ、なんか。マックス、うん、いや、気持ちよくないですよ。あ、ここいらをされようときって鼻からこうファーッとこう抜けてきて。わかりますわかります。あ、いいと、あ、いいと。どう、チョコレさん、ここにパーパーッとくる感覚がわかります。なんかさーっとね、なんかふわーっとこう楽なら感じはするんですけどね。あの、5はダメですよ、5は。いや、我々は気持ちよかったです。マめっちゃよかったけど、もうちょっと年重ねてからですね。ああ、そうね、すごい肉がもともと柔らかいけんね。どうですか、もうやられた感がすごい。あ、そう、顎にしてもらえばいいよ、チョコレさん、マックスで。ああ、痛い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 。顎いきますね。あ、顎いきますよ。これ年齢制限設けた方がいいです。R30。 あ、来た来た来た、顎顎。チョコレさん、痛いってやったらね、まあ、振動を上げた方が、あ、そうそう、振動が小さくなるよ。うん、あ、もうあれほら、ゆっくりにしか見えない。見えないし、そこ本当だ。カメラ。あ、そこ気持ちいい、そこ気持ちいい、そこ気持ちいい。ここは気持ちいい、ここ気持ちいい。ああ、気持ちいい。あ、これいいっすね。あ、ここは全然ダメでした。ここいいです。ここ全然気持ちない。ここ気持ちいい。あ、ここは気持ちいいですね。はい。ああ、気持ちいい。顎を動かす筋肉。あ、顎を動かす筋肉。側頭筋。あ、マジでチョコレさん、レベル上げたらいいよ。一毛大事に、本当に。ほら。ほら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 。わかる？なんかこう。一生懸命手彫りでしよったのがさ、ブルドーザーとかがやってきてガバーッとこう掘っていくようななんかイメージ。分からん分からん。ゆっくりがいい。ここ気持ちよかったっすね。あ、そこ、ここ全然ダメだった、はい、今多分口開けたら開きやすいと思います。あ、もうどうどう、あ、開きやすい、開きやすい。あら、よかったね。顎にいい、顎にいい、顎にいいっすよ、金のまさばり。松尾道中記。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ちょっとね、20分の短いコースで、うん、あそこまで回転すると思わなかった。すごいもう気持ちいいですね。ハリー地獄、あとはニューアイテムの金のも体験しましたけど、皆さんにもぜひ体験していただきたい、あの感覚をね。森川さんもどうでした。そう、もう腰痛の原因を一網打尽ですよ。金の欲張った甲斐があった。うん、金の斧ちょっと欲張った回があったけど、ブレーンで、でもここがファーッとする感覚がずーっと残ってます。そう、うん、叩き砕くみたいな、うん、振動で緩ませる、うんうんうん、でもね、その後のに縦地獄。そうそう、あれは痛かった。川崎ホールド。で、20分のショートコースなんですけど、はい、去年はね、メニューにないやつなんですよ。なるほど、はい、ただ20分のハリーみたいな感じで予約してくれれば、うん、全然できるので、うん、あ、なるほど、うん、20分のコースに関してはもう初見料全部税込みで3700円でやるので、初見料なしで3700円。いや、ぜひ。なるほど、すごい的な感じですね、うん、森川さんの施術は20分のほぐしだけでやってるので、うん、はいはいはい、通常ですね2200円、2200円やってますので、はい、道中期見たって言っていただければ、はい、初見でオフのそのまま2200円って形で。なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。道中期見たって言ってくださいね。そしたら初見料なしで2200円でもみじ獄、はい、受けれます。安い。
通常メニューにないコースなんですけど、じゃあ道中記を見たって言ったらその値段でいけるっていう感じですね。はい、そうですね。なるほど、すごい、うん、ありがとうございます。ただ、うんうん、あれを使う時っていうのはなかなかこういろんなことをやってこうダメだなっていう時は次のアイテムみたいな。あ、なるほど。だから我々みたいなエキスパートでネット使えんよみたいな。親取り。一回やってみて、これダメだったらこっちみたいな。はいはいはい。ダメでやってるんで。うんうんうん。まあ受けてみたいって言われればそれはやるっていうんですね。ああ、まあ挑戦者求むと。そうですね。ぜひ我こそはという方はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、コスモ治療院さんのですねチャンネルとか説明欄に貼っておりますので、はい、川崎院長のですね見てもらって体験してみてください。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さようなら。よろしくね。いっぱい今気持ちいいって言いましたね。響いてる感がある割にはなんかどこにも力が入ってなさそうですね。ここは力が入ることまではないですよ。だから、まあ、程よい響きみたいな感じで。へぇ、うん、鼻のついたな、ほんともう気持ちよさ。はい、氷川連携も言わんでいいよな。今のところの気持ちいいとかもカットですからね、うんうん、もう使えるとこがない。